はい、日本一早い格闘ニュースの時間です。最初のニュースです。金太郎ライジンファイター失格を暴露についてです。ライジン大晦日で元谷勇気選手に判定で敗れた金太郎選手ですが、前々から言ってた通り金太郎選手のセコンドチンのしょぼさぶりがまた発揮されました。今回はなんと前代自聞のセコンドがライジンの判定基準を理解していなかったことが暴露されました。これを自ら暴露したのがパンクラスストロー級王者の北方大地選手です。金太郎選手はなぜか試合後のインタビューでもどこで負けたかわからない、勝ってたと思ったなどと首をかしげる発言を繰り返していました。そしてこの根拠がようやくわかりました。北方大地選手曰くライジンの判定基準をよく理解してなかったそうです。熱心なファンならわかっていますが、ライジンの判定基準のダメージを重視するというのはダメージの量を重視するのではなく、ニアフィニッシュ、ダウンした時に効果を発揮するのです。そしてダウンやニアフィニッシュがない場合はジェネレーションシップが基準となります。このことを実は北方大地選手は知らず、金太郎選手に2ラウンド終わった時点で判定では勝っていると伝えたそうです。そして金太郎選手は勝っていると思い戦い、普通に判定 3-0 で元谷勇気選手に負けました。このままではポテンシャルの高い人気者の金太郎選手は埋もれてしまうかわからないので、練習環境を変えた方がいいかもしれません。どうか頑張って東京にフライングゲットしてほしいものです。次のニュースです。 UFC 快挙達成です。なんと UFC が2022年に行う新しい試みとして女子アトム級を新設するのではないかとのニュースが流れました。アトム級であれば小柄な日本人である朝倉の環奈ちゃん、浜ちゃん、伊沢聖香ちゃん、五流芸能人レイナなども参戦できる可能性がなくはありません。もちろん参戦すれば秒殺されるでしょう。次のニュースです。朝倉未来引退ビジネス詐欺についてです。朝倉のみっくんがいつも通り引退ビジネス詐欺をしていました。なんか格闘技が好きすぎるから辞めれなくなるかな、30歳で辞めるなどとずっと前から言っていたにもかかわらず、ここに来て30歳でもやる、当分続けると引退を覆しました。もちろん引退しないのは YouTuber としてライジンが出ることが一番の広告活動で儲かるからです。まあ誰もが引退するすると言いながらしないっていうことは感づいていましたが、自分で言っていました。今日も愉快なあの子さんです。 UFC 快挙達成です。なんと UFC においてウェルター級でギルバート・バーンズ VS カムザット・チマエフが決まりました。カムザット・チマエフは強すぎてなかなか対戦相手が決まらなかったのですが、ウェルター級ランカー強豪の柔術世界王者ギルバート・バーンズが受けて立つことが決まりました。快挙達成です。オチハローチャンネル快挙達成です。なんとファンゼロ人説ファイター筆頭のオチハローチャンネルがディープ106に参戦することが正式決定し、ポスターが出来上がっていました。2月26日に試合があるのですが、なかなか豪華な顔ぶれです。中村大輔 VS 尾身川道弘の引退試合、そしてフライ級王座統一戦新龍誠 VS 藤田大和、そしてフライ級伊藤佑樹 VS 元シュート王者福田選手、そして川名店長も参戦することが決まっています。そしてシュートから青井仁選手が転向してき、朝倉未来1年チャレンジ失敗の広谷選手も参戦します。我らの落ち春夫チャンネルは金持ちボンボンロリコン関原翔選手と戦うようです。ぜひ買ってほしいものです。次のニュースです。沖チャンネル快挙達成です。なんと沖チャンネルがライジン王者となり、地元秋田県のテレビに生放送で出演しました。そして出演者のスーツを着ている人、振袖の人に誰も求めてられてないジャブをレクチャーしてたようです。快挙達成です。次のニュースです。平本蓮快挙達成です。平本の蓮くんが色白持ち肌ポメラリオンより可愛いうなじを見せていました。おそらく格闘家内の中で一番うなじが可愛いのではないでしょうか。今年のベストうなじストに選ばれることは間違いありません。快挙達成です。以上となります。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。よろしければ、正月太り解消当たり前ルールもご覧ください。